します。必要なものを言ってくれ。それじゃ気をつけて。ま、見立ってよ。街ね、白亜という割にはくすんだ灰色の街並みだけど、かつて帝都に災厄があった時、時の皇帝がこちらに遷都された。その時には光り輝くような白い街並みだったらしいけどね。詳しいな。帝国の五大都市の中では帝都と同じくらい歴史がある街だ。いや、帝都は改築もされているから一番歴史があると言っても過言じゃないかもしれないな。はあ、なるほど。そういう情報までは把握していませんでした。少佐、クレア教官、どうかしましたか？いえ、公務で寄るのも久しぶりだと思いまして。ハイアームズ校の上官は大聖堂を左手に抜けた北西区画の奥にあります。よかったらご案内しましょう。ええ、よろしくお願いします。いや、本当によく来てくれた。サザーラント州の統括を任されているフェルナン・ハイアームズだ。リーン君は久しぶりだな。パトリックが随分世話になったようだ。いえ、こちらこそ。ご子息には得難き友としていろいろと助けていただきました。そう言ってくれると息子としても光栄だろう。今はカイトにいるが、それも知っているのだったね。ええ、ちょうど赴任先に行くときに同行していたので。セレスタンさんも本当にお久しぶりです。ええ、リーン様、去年パトリック様を残してセントワークに戻ってしまいましたが、立派に成長されて卒業なさった様子。リーン様をはじめとする語学友の方々には感謝してもしきれません。
大げさですよ。こちらも紹介します。七組特務課の生徒たちです。はじめまして、ユナ・クロフォードです。クルト・バンダールです。お初にお目にかかります。アルティナ・オライオン、よ君たちが新たな七組というわけか。まさかバンダール家のご子息までいるとは思わなかった。お父上には前にお世話になった。おめ過分なお言葉恐縮です。さてリーベルト少佐、例の話だが、先にリーン君たちへの話を済ませても構わないかな。ええ、もちろんです。詳しい状況も知りたいので、可能なら同席させていただけると。ああ構わないだろう。ハイアームス公爵課トールズ士官学院第二分校、サザーラント州での演習を開始したことをご報告申し上げます。了解した。良き成果が得られることを願おう。それと妖精だが、セレスタン。はっ。どうぞお受け取りください。
お相手します お疲れ様でした。
僭越ながらお相手します。乾杯です。
風が気持ちいい。は、ああ、西の街道からみたいだな。それじゃあお礼を送らせてもらうよ。もしかしてこれが百貨店？貴族向けだけど。
もう一杯どうぞ。あー、リンくん！そういえばトールズの分校に就職したのよね。はじめまして、リンくんの同窓生のビビーよ。学生時代リンくんとはただならぬ、ただれた関係にあった新進気鋭のジャーナリストになるわ。
何？ただの通りすがりだけどね。さっきそこにいた猫と遊んでたから気になってさ。明るいクリーム色の子猫だったけど、ちょっと遊んであげたら満足して行っちゃったんで、そっちにはいないと思うよ。南西の住宅街になるのかな。飼い猫みたいだし、ご主人のとこに戻ろうとしてるのかもね。でもあのくらいの子猫だとまた迷っちゃいそうな気もするけど。ならお姉さんからアドバイス。犬と違って猫は人見知りだし臆病だからね。また迷ったとしたら人通りの少ない方に向かう可能性が高いよ。そういった場所を探してみるといいんじゃない？それじゃあ早く見つけてあげるんだね。
よし、私の場合、ふっふん。
んなもんよ。速攻で決める。はっ、よし、よし、そこ行くぞ。私の番です。今です。やい、行くぞ。はっ、僕のボタン。行くわい、そこ行きます。まい、はっ、よし、これで大丈夫だ。覚悟してもらうぞ。はっ、行きます。やあ、よし、私の番ね。やあ、僕の番だ。この程度か。立教発見って、な、何、あの、立った。はっ、チャンス。よくやったな、ユナ。別にそれほどで。容赦をしない。はっ、僕の番だ。よーし、よし、これで大丈夫ね。気をつけろ。はっ、僕の番だな。迷宮シス、見て。さあ、ダメの感じ、ダメよ。これで大丈夫だ。大したもんだな。おうおう、あの化け物どもが完全にバラバラじゃねえか。お前さんたちがやったのかい？どうやらお揃いの制服を着ているみたいだが、ひょっとしてトールズとかいう地方演習に来た学生さんたちかい？ああ、仕事柄そういう噂は仕入れるようにしててな。しかし大したもんだ。ずいぶん優秀な学校みたいだな。
ああ、俺はなんていうか、さすがに魔獣は専門外だが、手配されて倒せそうだったら仲間を集めて退治することもある。この魔獣どもも噂を聞いて調べに来たんだが、まさか機械仕掛けとはな。確か人形壁ってやつだろ。いや、前の内戦の時に妙な連中が放ったそうじゃねえか。俺の仲間内じゃ随分と噂になってたぜ。ま、この辺りにはもういないみてえだし、他を当たってみるかね。って、ひょっとしたらお前さんたちも探してるのか。ははっ、そいつはご丁寧に。そんじゃ俺は行くぜ。お前さんたちも頑張れよ。俺の番だな。私の番ね。Thank you.
容赦はしない。はっ、いくぞ。行きます。やあ、そこです。もらった。私の番か。行くぞ。はっ。よし、これで大丈夫だ。そこ。よし。さてと。俺の番だな。よーし、やあ、速攻で決める。やあ。よし。よ。行くぞ。はっ。僕の番だな。私の番。敵集団を撃破。先に進みましょう。はっ。みんな準備はいいか。はっ。僕の番だ。見た、バンダールの剣。
敵発見、制圧します。迷宮シス、見る。これで大丈夫だ。なかなかいい釣り場みたいだ。それ、来た？いいんじゃない？そんな、それ、来た？いいんじゃない？
敵発見。そこ手強いぞ、気をつけろ。や、俺の番だな。せい、僕の番だ。アークス、駆動。行きます。アークス、駆動。ヤッ！ヤッ！はい。構えろ。防御する。撤退。ミノキ。早く。行くぞ。行くわよ。そこ、どんなもんよ。トレジャーを発見しました。大丈夫だ。みんな準備はいいか。や、よし、私の番ね。私の番です。はい。僕の番だ。やっ、ありがとう。よし、これで大丈夫だ。各種ステータス強そうな敵が強敵です。注意してください。やっ、よし、よし、はあ、私の番です。行きます。行くぞ。見ろ、早く崩れた。行くぞ、アキラ。はい、はい、こい。えい、ふふん、どんなもんよ。
戦闘を開始します。行きます、うん、俺の番だな。せっ、よし、これで大丈夫だ。よし、やったわ。まだまだこれから。手加減抜きで行くわよ。せっ、よし、せっ、そこだ。受けよ。私の番、それ私の番か。行くぞ。せっ、みんな大丈夫か。大丈夫だ。ねえ、クルト君、どっちから来たか覚えてる？どうだろう。よし、あまり。迷宮シス、見る。これで大丈夫だ。よし、つかん。いきます。さあ、かかってこい。私の番、それ前、はっ、よーし、行くわよ。行くぞ、はっ。みんな、強敵、強敵だ、気をつけろ。影響しず、見る。さあ、誰の勝ち、出せよ。よし、せ、行くわよ。やあ、さてと、やあ、行くぞ、せ。あたしの番ね。そこ、さてと、それ、行くぞ、はっ、行くぞ、せ、行くわよ。そこ、わたし、それ。戦闘終了、お疲れ様でした。うん、宝箱か。やあ、終わりです。行くぞ。いつでも行ける。
強敵です。注意してください。行きます。ノワール・クレスト。やっ。僕の番だな。やら結界に反応したようじゃの。聞いていた通りか。じゃが物事にはしかるべき順序というものがある。見たところ主の因果はようやく再び回り始めたようす。ほんの心づきじゃ。これより先はまだ早い。いずれまみえようぞ、ハイノライザーよ。
もやってるのかな。この曲もしかして。はじめまして、新しい7組のみんな。前の7組に所属していたエリオット・クレイグだよ。よろしくね。お噂は金々、7組出身とは知りませんでしたが。よろしくお願いします。演奏とっても素敵でした。ありがとう。君たちのことは先週リーンから聞いたばかりでね。アルティナちゃんだっけ。うん、ずいぶん雰囲気が違うね。まあ以前お会いした時は敵同士でもありましたし、隠密活動に特化したスーツも着ていましたから。君はだから一体何やってたのよ。しかしまさかこんな場所で改めて再会できるなんてな。巡業旅行で回っているのか。うん、さっきセントワーク駅に到着したばかりでね。この大聖堂を拠点に数日ほど活動する予定にしているんだ。リーンたちの演習に重なったのはちょっとラッキーだったかな。はあ、そうだな。ラッキーというにはタイミングが良すぎる気もするが。え、あは、何のこと。ま、それはともかく今はちょうど忙しくてさ。改めて連絡するけど、会う時間は作れそうか。うん、大丈夫だと思う。夜になっちゃいそうだけど。実はこれからここで。すみません、エリオットさん、子供たちがそろそろ。あ、はい、こちらは大丈夫です。実はセントワークの子供たちに演奏のコツを教えることになってさ。わあ、演奏教室ですか。そうか、子供たちも喜ぶだろうな。君たちは特別演習じゃなくて特務活動だったっけ。初日みたいだし無理しすぎないように頑張ってね。Thank you.